こんにちは。こんにちは。今から7月7日大阪片野市星田妙見さんの七夕祭りに行ってきます。イエーイ年に一度行きます。お、妙見様の伝来が、ほうほう、え、こんなあったかな前。あったね。嘘。新しいのかな。でも一応流しとこう、うん、好きやね、絵がね、うん、いやいやいや、素敵すぎるね。また興味のある方は星田降臨伝説、素敵素敵よ。キャーね、いいね。わわあ、みんなお願い事書いてる、素敵。うん、いや本当に何か書いてく何をお願いしようか、素敵やね。うん、小学校の時七夕やったね。大好きやから。うん、七夕祭りの何か小学校で大きい笹に人がこう一クラスずつ、うん、飾り付けして、したで七夕の日に運動場で丸焼きにするっていう、なんかね、歌とか歌いながら学校夕方ぐらいに集まってね。今やってるんかな、そんなん。やってないんじゃ、今小学校だってそんなん全然やってへんで。そうか、幼稚園で笹持って帰ってくる感じやから、うん、小学校ではそういうのないやろね今。うん、お祭りね大切やからね。うん、綺麗しかね、見られへんからね。うん、嬉しいね。あ、すごい、チノワが。キャー、短冊100円、後で書こうかな。うん、ね、失礼します。失礼します。キャー、あ、すごい素敵。楽しい、楽しい。短冊を後で書こう。いいね、ここで描いてる。うん、めっちゃ綺麗やね。でまた朝ちょっと早いから人がほとんどいなくて素敵、神秘的やし。あー、やっぱいいね、この緑も星のエナジーも素敵。あ、そうそう、ここあるよね。どっちやった？そうですよね。うん。行こうか。うん。失礼します。行きますよ。23日。ん？あ、そうかそうか。そうか。そんでね。それで飾り付け。23日も何か催しがやっております。それでは左側通行で参ります。なかなかな。階段、階段でーす。そうそう、前なんか暑い時期に来てもまたこれ汗だく。そうそう、まさか今日来るなんて予想できなかったです。じゃあ先週あの長谷寺に結構まあまあぼちぼち階段を上り汗だくという。今ね、朝やから涼しいね。うん、全然ちゃうね。違うね。うん、また緑が深いからよかったね。はい、いいね、やっぱ早起きはいいね。はい、1億円の得5億円ぐらいにしとく。5億円にしとくよいしょよしよいしょ、上がってきました。よいしょ、景色。あ、綺麗。美しいね。あ、すごい。ね、大阪でも奈良寄りなんで。
大阪が望めますね。うん、よいしょ。先にじゃあお参りに。また階段。わあ素敵。一番上まで到着しました。汗だくです。じゃあお参りさせていただきます。はい。すごいね、ここ素敵。うん、気持ちいい。ね、この奥に実は。失礼します。渡させてください。ね、織姫石、岩倉がありますね。ちょっと見る、そっち、どれぐらいの大きさか。これで名前出した。うん、こういう感じ、なかなか大きいですね。日本で一番長い、高いブランコ。吊り橋。次ここにはトイレの神様、うす様、妙様がいらっしゃいますので、いやすごい、お札も売ってます。ちょっとご挨拶だけ。トイレの神様、いつもお世話になってます。ありがとうございます。綺麗にしております。遊びに来てね。すごい。それでは妙慶様、少しそれましたところに清流様いらっしゃるので、あ、素敵、キラキラしてる。こちら、あ、すぐそこですね。ご挨拶だけさせていただきます。清流社、はい、お帰り。こちら下ります。え、ここってあの七夕のとこ通る？通りを帰りは、ここは滝の下のね。よいしょ。もう汗だくになりながら上まで登り、御朱印をいただきましたので帰ります。なかなかここは足場が悪いので気をつけて帰ります。わお、おはようございます。お不動産がいられる場所があります。滝が、あ、失礼します。お不動様、こちら
礼します。お父様、ここが流星、うん、水星がからの隕石があったと言われている場所がお不動様の場所になってます。うん。ね、ご神木も素敵です。それではお参りさせていただきます。